はじめまして、アメトです。同じく、レナです。突然じゃがレナは、ザ・サファリという音ゲー曲を知っておるか？ニデラ7段のヤバいやつというのは聞いたことあるけど、私はセガ機種メインだから詳しくはわからないわね。それならちょうどいい機会かもしれんな。今回はこの7段の大鳥であるザ・サファリを、ほどよく解説していこうと思うぞ。じゃあアメト、よろしく頼むわ。あーちゃんに任せておけ。では早速。行くぞ。さてまずは、ザ・サファリの説明からじゃな。この曲の初出は、ビートマニア 2DX サードスタイルで、登場からすでに20年以上も経っておる音ゲー屈指の超古株曲なのぜ。20年以上？すごいわね。1世紀前の音ゲー曲っていうのが驚きだわ。そして作曲者はライオン武蔵で。ライオン武蔵。聞き馴染みのない人ね。確かにニデラを触ってないとあまり聞かない名前だな。実はこの名前、DJ タカシの別名義なのぜ。DJ タカ、この人は知ってるわ。チューニズムにも2曲がいくつかあるから知ってるわ。そうなのか。やはり手書き種の情報はお主の方が上手じゃな。あと、この曲、実は6スズスタイルから BPM が変更されておってな。実行当初は134だったのに対し、変更後は150になっておるぞ。BPM が上がったってことは実質強化されたってことね。そういうことじゃな。曲自体の軽い説明はこの辺にしておいて、次は本質とも言える譜面を見ていくぞ。よろしく頼むわ。ザ・サファリの問題となっている難易度はなんといっても SP のハイパー譜面じゃ。ハイパー譜面？アナザー譜面じゃなくて？この曲にアナザー譜面はないぞ。ジャガとんでもなくむずいのは事実じゃ。嘘でしょ？むしろ気になってきたわ。では、そろそろ BGM も終わりそうだし、問題箇所の譜面を流していくとするかの。申し訳ないんだけど。なんじゃ？ BGM 終わるのにもうちょっとかかりそう。じゃあいいだろ。さっさと始めるぞ。今流しているのがザ・サファリの SP ハイパー譜面じゃ。ところで問題の箇所というのはどこなの？これから流れるところじゃ、これ。これがハイパー譜面でやらせる配置なの。しかもまだ繰り返し同じ配置が。で、それ以上にヤバいの来た。これがこの曲名物の難関配置。通称、テレテレテッテッチ隊じゃ。なんだか、すごく情けない配置名ね。じゃがその破壊力はこの目で見たじゃろ？16部トリルと階段が混ざったかのような隣接同時押し。ただでさえ一塊が押しにくそうな上に何度も降ってくるなんて恐ろしいわ。ちなみに後半にもちゃんと出てくるぞ。これがザ・サファリ。攻守に隙がないとんでもない譜面だったわ。当然この譜面はサードスタイル環境で猛威を振るい、当時の最難関譜面の一つとして君臨したのじゃ。当時からあんな配置を入れるなんて、もはや反則だと思うわ。そしてこの曲を語る上でもやはり、SP7 段は外せないな。待ってたわ、7段の話。まず段2が登場したのはセブンススタイルからじゃ。セブンス。ということは、ザ・サファリの方が年上なのね。その通りじゃ。この当時、まだハイパーという難易度表記はなく、それの前世といえるセブンキースという難易度にこの譜面はありがまえておったな。それでこの時の7段はどうだったの？この時からザ・サファリは7段の課題曲だったんじゃ。段位実装当初から7段だったの？そう、ここからこやつの7段伝説が始まったのじゃ。なんかすごい壮大な物語が始まりそうね。この曲は段位となると特に鬼とかす譜面でな。なるほど見せた。6段成り立てでは見慣れない隣接同時押しが、これでもかと言わんばかりに降り注ぎ、一塊がとても重く、段位ゲージでダメージ補正が多少あるとはいえ、大きく削れるリスクは常に付きまとう。そもそも、その他にも単純に難しい配置が用意されていたりと、自力不足の7段挑戦者を次々と食い破っていったのじゃ。あれ、これってハイパー譜面の話よね。さらにこの譜面、やけに癖がつきやすくてな。下手に粘着したり、変に暗密を試みると、なぜかバットハマりが多発し、押せなくなる X マダイの現象が起こるのじゃ。完全に沼にはまってるわね、それ。そのため、7段を受けるのをやめて8段をやったら受かったという事例もあるくらいじゃ。それを聞くだけでもこの曲の恐ろしさが伺えるわね。ちなみに、いくら8段が突破できても、ザ・サファリだけはできないという沼にはまったプレイヤーのことを、総じてサファリ難民と呼ばれておるぞ。救いはないのですか。ちなみにこの曲を作った張本人であるライオン武蔵、改め DJ タカシも、ザ・サファリが突破できないせいで、6段のまま沼っているというエピソードもあるな。作曲者本人が自分の曲で苦しむのは、もはや音ゲーあるあるかも。ね。そして驚くべきは、この曲の7段出席率じゃ。確かに段位って、プレイヤーの自力向上やインフレの波の影響で、コロコロと変わる印象があるわ。そんな気になるザ・サファリの7段出席率は。なんと 100% じゃ。おめでとう。嘘。まさか解禁賞ってことなの？ザ・サファリは段位初実装のセブンススタイルから、今作のキャストアワーまで。20年も7段に居座り続けておるのじゃ。20年って。
もうそれ転職じゃない。実は他にも第2解禁賞の曲はおるが、セブンススタイルの第2実装当初から、段数、曲順が一度も変更されていない曲は、こやつだけなのぜ。長年7段の壁として立ち塞がってるその姿勢、まさに圧巻ね。かっこいいわ。というわけで、ザ・サファリを程よく解説してみたが、レナよ、どうじゃった？譜面の難しさもさることながら、ずっと7段で待ち構えていることもあって、私が最初から抱いていた7段のヤバいやつって印象は、間違っていないと改めて感じたわ。しかし最近では、コーピラ以降から段2でミラーをかけられる鏡段2の正式実装や、ネットの普及により、様々な攻略法を解説したサイトや動画が投稿されたり、ヒロイックバースから新筐体、ライトニングモデルの実装によりやりやすさの向上もあって、かなり対策が整った環境になってきたのぜ。それでも20年も段2のインフレについていけてるというのはすごいわね。まあそれでもむずいことには変わりないからな。焦らずに未難埋めしたりして自力を上げて、万全な状態で挑みに行きたいわね。そう簡単に言うが最も過ぎて否定できぬ。というわけでご視聴、ありがとうございました。